ラ・ベニソン・流ューは、フランス、オーベル・ニュロー・ヌ・アルプ地ーキ県、ロワール県のコミューン。コミューンには、テイソンヌ川が流れている。コミューン内で、戦死時代のアントラコテリウム科の骨が発掘されている。コミューンの名は、ラテン語のベネディクティオ・デイから来ている。自らが書いた、これの歴史において、司祭ジャンマリー・ドラミュールは、最古の歴史的な要素に関して報告している。 ラ・ベニソン・デューの歴史は、1138年9月29日、クレルボーのベルナルドゥスの弟子アルベリックによる修道院創設に起源を持つ。この場所は、その後、市東会修道院の基盤となる模範的な機能を提供した。修道院は、付属教会と共に建立された。1500年代、修道院は公演する平身との管理下にあり、 ピエールド・ラファンは要塞化した首脳や内陣を見下ろす戦闘をつけ足した。1612年7月3日、戦争で荒れ果てていた男子修道院は、モトリーグ派貴族フィリベールド・ネレスタンの娘、フランソワーズが長となって女子修道院となった。荒廃した修道院は、その後修復され、1651年にはバロック様式の礼拝堂が再建された。 フランス革命の間、廃墟となっていた修道院から関係者が立ちかされた。建物は売却され、採石場とするため修道院建物は解体された。数年後、教会建物を地元の人々が購入し、教区教会とした。ラ・ベニソン流は・流ュはブリエノンというコミューンを構成する一集落であった。1847年7月、国王ルイ・フィリップは、 ラ・ベニソン・流ュを東尾の愛、西尾、ブリエノンと接するコミューンとした。ダール神父は非常に詳細な修道院の歴史を記した。この本は1880年に出版され、再版はオンライン上で読むことができる。19世紀の産業革命の間、コミューンは成長し、レンガやタイルの生産活動が行われたが、いずれも20世紀半ばに停止している。 農業活動は、混合農業から、牛の飼育に転換された。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。